こんにちは。今日はものすごくいい百合がありました。まあ、卒業式シーズンということでお花屋さんも頑張っていい材料があったんですけれど、こちら赤トラセナ、こんなふうな感じでちょっと渋めな色合いなので困ったなと思いまして器を明るい色にしてみました。はい、ということでかなり渋めの組み合わせに今なってますので、この黄色い器なんかいつか使いたいなと思ってまして、今日はこちらの指レストランに行けたいなと思ってますので、この黄色い器で生けていこうと思います。そうしましたらこのドラセナですね。ドラセナすごく黒っぽくてでもこの色結構大好きで私よく生けるんですけど、どんな花とも意外と合うんですね。それで気に入ってよく生けています。この茎のところが結構ね、なんか変わったガリガリした感じなので、ここはちょっと中に入れちゃおうかなと思うんです。そうしましたら百合が入ってきますので、何か面白い作戦、面白いデザインにならないかなと思いながら今頭を悩ましているところですけど、ちょっとこの2本だけだと若干足らないかなってと思うんですけど、どうでしょうか。この辺にちょっと、この葉は意外と強くて、ちょっとぐらいこういろんなことしちゃっても結構元気でいてくれるんですね。さすがに水がないとダメなんですけど、2、3日水なしでも結構元気にしてたりすることがあるので、このドラセナは結構好きな材料ですね。すいません、何やってるかちょっと分かんなくなってきて、ですね、少しこの辺をまとめていこうかなと思います。なるだけ自然な感じで、でもちょっと面白い形にっていう風に持っていきたいと思うんです。これがなかなか、難しかったりするんですが、なんか止まってきましたなんかふわっとしながら、なんかくちくちっとまとまってるような感じ。ここに百合入れましょうか。あ、百合の前にユーカリポプラスがちょっとだけ残ってるんですね。これ前に使った時に1本必要なくて残りました。ちょっとハートっぽくな、あ、取れちゃいそう。ちょっとこれ、こちらの葉は若干ハートっぽくなってるようですけど、どうでしょう。他のは割と丸いかな。あ、これ意外とハートっぽくなってる葉の多いユーカリポプラスですね。嬉しいですね。ちょっとこういうハートの形を見つけたりすると嬉しくなりますよね。そしたらこれを中にちょっとこうやって間のところに違う葉が入ってくると、グラデーションが出てきて綺麗ですね。面白い感じ。こんな感じです。ちょっとこんな感じですね。うん。結構なんかいい感じになってきたような気がするんですけど。そうしましたら、いよいよ百合をいけます。感じですね。まあ、かなり百合が真っ白ですので、白とこの黒っぽい色とで地味な組み合わせではあるんですけど、下の器がね結構強い黄色ですので、これに助けられるという器の色って本当にね、いろんな意味で助けてくれることがあるんで、本当に大切な、まあ、作品の一部ですので慎重に選ばないといけないんですけど、ちょっと入りすぎちゃってます。
少し前に出します。少しカメラ引きますね。ここはオンシジウムをいけようかなと思います。横側にいけますね。少し横から出してみましょう。ところちょっと出して、少し奥に紫入れたいです。この辺のところに入れて、横から見られてもできないようにしておこうかなと思います。奥の方ですね。奥の方の葉も少しこう動かしながら奥に向かってっているような感じですね。そして上から見ると葉が、広がっているような感じです。はい、出来上がりました。ありがとうございます。